町から出ても仕方ないし、海底には用はないよね。中央広場を抜けて学術研究地区に行けば、キッドハウス教授がいる研究所も見つかるよね。今日も光の花が綺麗だ。もう慣れたけど、イルファンに来たばかりの頃は驚いたな。それにしても覇王賞を取るなんて、ハウス教授はすごいや。いってて、て足場の精霊術を失敗するなんて、何年この仕事やってんだ。ちゃんと足場を作りましたよ。けど突然術が消えて。職人が言い訳すんな。若い奴は集中力が足りないんだ。いいか、こうやって術で風を固定して。ありゃ、ほーら、親方だって怪我がないなら仕事に戻れ。今日中にこの通りの街灯樹を全部調整しなきゃならないんだからな。へいへい、働くって大変だな。それにしても精霊術を失敗する人が多いよな。この時間はもう立ち入り禁止だよ。迎えで来たんですけど、タリム医学校のハウス教授です。ハウス、その先生ならもう帰ったはずだ。それ出所記録ですか。あれ、納得してくれたかい。どうしてもダメですか。こちらも規則を守るのが仕事だからな。そうですか。どうしよう、あの人たちも仕事だからな。なんだろう、やっぱり精霊がおかしい。あ、あの、危害は加えない。静かにしていればな。
その先は研究所だよね。君はこだ。え？静かにしてほしいと頼んだつもりだったのだけど。ん？静かにするか。まあ、多めに見よう。君はそこで何をしていた？喋っても。僕はその、ただ落とし物を拾おうとして。何するつもり？すぐに警備員が来るよ。なので急いでいる。君は早く帰るといい。不審者として捕まってしまう前にな。いない。もう行っちゃったのか。さっきの出所記録もなんか変だったな。何より早く教授に受賞のことを伝えてあげなきゃ。子供？勝手に入って すみませんでした。本来なら警備行きだけど、素直に謝ったから黙っててあげるよ。さあおいで、出口に案内するよ。あのハウス教授がまだこちらの研究所にいると思うんですが。なんだ君、先生の知り合いだったのか。先生ならまだ残ってるはずだよ。そうそう、念のためなんだけど、お家の人には連絡つくかな。こっちに家族はいません。みんな故郷です。そう、それを聞けて安心したよ。うわっ。大丈夫、おとなしくしてれば痛い目に遭わずに済むからね。どうしてこんな。ひょっとして教授も。逃がさないよ僕。とりあえずこの場を乗り切ろう。これくらい。なんとか倒せたけど、こんなのまずいよ。僕だってこれくらいは。なんて広いとこなんだろう。このどこかにハウス教授が。一部屋ずつ探してみるしかない
ここなんか普通じゃないよ。一体何をしてるの？